帝聖光祖廟は台湾台南市中西区中義路二段にあり、1663年に帝行が父親の帝聖光を祀った祠である。帝一族がたびたび修復、改修していたことから帝武神絵廟という別名もある。1663年、帝行が父親の帝聖光を祀って千祠こを寄港し、台湾が新朝の半島になった後、 低主体操祠と改名し、秋田角度とも呼ばれた。1983年に停止州祠に一旦改名されるが、2002年4月29日に低成功素病と正式に改名された。1985年11月19日、広告により、台南市の産休戸籍に指定されている。 三開口三神の優雅な伝統で、門前の古い井戸は創設時期の遺跡で、庭園には七弦だけで、新緑色に染められている。陽年帝聖孔と母田川松の彫像がある。聖堂に帝聖孔が祀られ、唐、宋、真の祖先と並んでいる。1771年の三景与祖父学と道内の石中に刻まれた。 アキラ・タケシ・ムソウ・ヒラ・また土壌転職、格思えなびき、キス・スムホ前・ホ・コウ・マエ・ハク・より、停止開拓の功労と祖先を上回う心を、アキラ表している。停聖校は、自身の目標だった、半身また、民を果たすことなく死去し、また、台湾と関連していた時期も短かったが、台湾独自の政権を打ち立てて、 台湾開発を促進する基礎を築いたことから、台湾人の不屈精神の支柱、象徴、開発思想、ピルグリムファーザーズ、民族の英雄として、社会的に極めて高い地位を占めている。中国や台湾では、英雄とみなされており、福建省アモイ市の鈴み老所では、低成功の巨大像が台湾の方を向いて立っているが、中国で、 英雄氏されている低成功が日本と中国のハーフであり、その弟が日本人として育ち、日本で商売をしていたというのは、中国人からすると複雑な感情なのかもしれないという指摘がある。ありがとうございます。